それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回のゲストはサンロッカーズ渋谷の広瀬健太選手です。じゃあどうぞお座りください。ちょっと知ってるんで途中広瀬選手って言わなきゃいけないけど健太って言ったらちょっとごめんなさい、はい、そっちの方が嬉しいです。で、まあ、この日立の体育館ね、僕も、はい、まあ、広瀬選手とは1年間一緒にやったので、はい、今日久々に来たんですけど、はい、まあ、エアコンもついて、そうですね、環境もだいぶ変わって、はい、そうですね、メインのコートもできて、はい、そうです。竹間さんが行ってもう6年前ぐらいですかね。そうですね、はい、に比べたらだいぶ人も変わりましたし、そうだね、もう環境も、選手しか、そうですね、僕しかいないんで、もうスタッフも僕しかいないですし、うん、その、なんですかね、会社全体的に見ても僕しかいない一番古株になっちゃったんですけど、僕がいた時は多分19連敗ぐらいした苦い思い出があるけど、はい、もうそれ記憶から消去してるんでなるほど。まあ、じゃあチームの状況は今は、まあ、そうですね、はい、今アーリーカップ、うん、オフシーズンやってきたことが、まあ、いい形って出たところが多かったんじゃないかなと思います。まあ、広瀬選手は、まあ、一応今はリハビリしながら復帰に向け順調ということで、まあ、しっかり直して、年も年なんで、年も年なんで、はい、しっかり直して、はい、と思いますね。わかりました、はい、じゃあ今回はちょっとカード、はい、この5枚のカードあるんですけど、はい、これを広瀬選手が1枚ずつ選んでそれについて話を展開していくということでやっていくんでしょうか、はい、じゃあこれをでも自分で取っていいですか。自分でも好きなやつ順番何でもいいんで、ああネタも自由でいいんで、もう、はい、助けでもいいし、はい、これこう一応目つぶってやっていきましょう。もう新しいパターンだけど、これ怒りあこれですね、はい、怒りについてですか。怒りについて、まあ、僕短期なんで基本的に分かってます、はい、短期なんで、まあ、しょっちゅう怒ってるんですけど、まあ、何それ、自分がこの逆に丸くなっちゃうと、うん、自分の持ち味というか何ていうんですかね、良さがなくなるんじゃないかなっていうのは、それちょっと子供も生まれて、うん、少し丸くなったなって思うんですけど、例えば丸くなったってどういうところが。後輩とかに、まあ、ほとんど後輩なんですけど、うん、に対して何ですかね、もう自分からすごい優しく接せれるようになったというか、歩み寄るというか自分から声かけて、どうこの辺サンロッカーズ来てどう、うん、とか、まあ、そういうのは、まあ、うん、丸くなったというのはちょっと違うかもしれないですけど、そういうのはありますし、なんかこう直情的に何か言うんじゃなくて、少しこう一回飲み込んでこう言ったら伝わらないから、ちょっともうちょっと違う言い方しようかなとか、ああいうふうには毎回じゃないですけど考えられるようになったかなと思います。でもなんか昔からそんな、なんかまあこう気持ちはこうなんだろう、高まっちゃうのは分かったけど、そんなに言葉遣いとかは、ああ口はそんな悪くな、うん、なっちゃうで、ならないようには気をつけてましたけど、昔なんか試合中になんかこうルーズボールかなんかで、竹間さんがちょルーズボールの近くにいて、竹間さんルーズボール追っかけてとかって言ったんですよ僕ねって言った方が言ったんですけど、試合終わった後に竹間さんにすいません、なんかあそこなんか偉そうなこと言っちゃってたら、大丈夫さん付けしてくれたからって言ってそんなこと言ったそこかと思ったんですさん付けすればちゃんと何言ってもいいんだなと思いましたけど、僕はあんま気にしないんで、はい、年下からその自分のもう悪いところはもう把握してるから言われてもしょうがないと思うっていう怒りっていうネタで、はいはい、じゃあ続きまして、はい、続きまして、はいはい、コメント字とかないと分かんないです。でもこれ探したんですね、はい、悲しい、はい、悲しい、はい、悲しい、うん、まあやっぱ怪我ですかね、うん、まあ、怪我した時は悲しかったですね、うん、やった瞬間にもうやっちゃった、何かやったなっていう、いつもと違うなっていう感じ、はい、もう完全にこれはもう大きな怪我だっていうのは分かったんで、その時はやっぱり悲しかったですけど、なんか逆にこう新しい環境というか新しいチャレンジができるというふうに前向きに捉えるようになってきて、すぐに、まあ、いつもと違うオフシーズン過ごさなきゃいけないし、開幕で
こうみんなと一緒にスタートできるわけじゃないんですけど、まあ、それが自分にとって新しいチャレンジだなっていうふうにまあ捉えられたので、まあ、最初は悲しかったんですけどこうポジティブにこの怪我と付き合ってるかなとは思います。どこを、まあ、左膝の前十字靭帯を断裂、はい、まあ、いわゆる ACL っていう昨シーズンの3月31日ですね。で今順調に回復してるっていうですね、はい、今までたらそんな大きい怪我なくて、はい、まだそこ、まあ、復帰までもう少しだったところですけど、はい、なんかこう得たものっていうかなんかこうこれはちょっと今までになかった感情とかのはなんかあったりとか、やっぱりこうちょっとずつこうバスケット的な動きを今リハビリでやってるんですけど、うん、自分の体が自分の思い通りに動かない、うん、そのところはやっぱりそれも悲しいと思いますし、でもこう1ヶ月前にできてなかったことが1ヶ月後にはできてたりとか、あとはこう自分は無意識のうちに体を動かしてたのは実はこういう体の向きとか膝の角度とかっていうのがあって筋肉がこういう風に動いてるとかっていうのをトレーナーとかコーチとかから教わってやってるんで、まあそういうまあ、本当体と向き合うというか、うん、自分のそういうところは怪我して得れたのかなと思いますね、うん、楽楽しいはやっぱり今子供と一緒にという時ですかね。今うち2人息子と娘が2人、はい、2人になったんですよ今下が1歳なんですけど、娘が高橋さんのところ娘さんですよね。娘さんです。娘さんっていうか、娘もう14歳ですけど、はい、最初男の子生まれて、うん、男の子はやっぱりこう活発だし一緒に遊べて楽しいし、女の子はやっぱり女の子は女の子で可愛いなっていうのは、うん、3人で遊んだりとか、下の上の長男を幼稚園で今自転車で幼稚園連れてたりとかしてるんですけど、うん、まあ、そういうのは楽しいですね。で行って息子が幼稚園どうだったって話を聞いたりとか、幼稚園送ってってその置いてる時にこう泣かれたりとかって、もう最初1回5月病みたいな感じで貼って勘泣きして、まあその時僕怪我が、はい、まだこう手術したばっかくらいだったんで、うん、足引きずって歩いてたんですよ、うん、漫画とかアニメとか、まあ、ドラマとかで見るこうダダッコをこうする、うんうん、よりひどい泣き方をして、もう自転車駐輪場から抱っこして連れてって、で玄関のところでまた大泣きして、しかも園長先生にお父さん膝大丈夫ですかそっちを心配そっちを心配大丈夫ですって言って、それでもそれぐらいですかね。その後は今楽しんでいってるみたいですけど、自分も経験あってこう置いてってもうギャーギャー泣いてる声を聞きながら帰るのがすごいこう何とも言えない気持ちだったけど、なんかそのシーズン中まあ怪我してるけどこうそのことも考えられないぐらいこう多分忙しいというか、多分育児とかやってると、そうですね、なんかそういうのって多分絶対ポジティブな方にこう流れるというか、そうですね、もうっていうのがあるので、こうちょっとリセットできるというか、そうだから広瀬選手にとって本当ポジティブなことなんだろうなっていうのはちょっと今感じたんで、ちょっとまあ、はい、その子供と楽しみながらね、はい、ありがとうございます。焦らずやってほしいと思います。はい、ありがとうございます。